きっかけも単純にあれですよね、なんかこう出版、要するにそのイーメスクサイドでなんか出版するなんか話があって、まあ、小室哲哉がもともと書くって言ってたけど今こうなったけど書けないから出版、まあ、このタイミングに出版したいという出版社があると、じゃあ俺にやらせてくれと、ね、俺も作家だからいろんな本出してるじゃないですか、で俺が小室の本を書くってことでなんかこう仕掛けられないかなって話をして、で出版社紹介してもらって、そしたらあの、まあ、出版社の、あの社長が京都だからもう俺関西同士、まあ、一つ気があったということでね、じゃあ俺に任せてくれと、ね、そしたら俺もあの、まあ、どんなプロモーションできるか別にして、とりあえず、まあ、怪しさで、今売ってるけど中身でもやっぱ売りたいから、まあ、任せてほしいっつって、結構俺もネタ持ってたし、まあ、そのネタの中で、まあ、それなりの、まあ、聞いた話とか、そういうの全部ね、あの本ということになってね、やっぱり。いや、あのね、本当に出るのっていうことが多かったですね。自分の仲間うちでも年内出版は、まあ、絶対ないと、うん、で出版社自体も年内出版は危ないということもありまして、まあそれなりに、まあ、徹夜も重ねて、まあ、僕喋るだけですから、基本的にカセットテープに思ったことを全部吹き込んで60分テープ3本向こうに送って、で原稿が来てチェックして、基本的にはあれですね、まあ、記者会見で会ったことないんですよってこの一言ですね、この一言で炎上したんですよ。要するに会ったことがない人間なんで小室語れるんだと、会ったことがない人間何喋るんだとっていうことで、これに関してはちょっと疲れましたね。あのじゃあ俺織田信長と会ったことあんのかと、俺は信長生きてたとかね、平の正門、釘塚の謎とか全部会ったことないやつの本ばっかり書いてたね、ということと一緒でしょ。会ったことなかったって、あのそういう視点で書けるやつは書けるし、まあ、この本で一番困ったのは小室哲哉の写真がなかなかなかったってね。で、まあ、いろんなところに、まあ、出版社が話をしたけど、やはり、まあ、いろんなことがあって写真が出せないとか、ちょっと、うん、なかなか、ね、最後の結果をあの待ってないと、写真が出せないとかいうのが多かって、最終的にはね、本当にもうあった写真が本当に少なかったと、うん、で写真が少ないんだったら俺の写真載せろみたいなね、そんなことで俺写真が多いんですよ。いや、もう基本的にあの側近がもうね、やっぱり彼も言ったと思うんで、その側近にですね、まあある程度、うん、まあ、自分の意思と側近の、まあマネジメントを含めて、やはり、彼の本当の意思がどこにあったのかね、そういうことが結局、まあ本当はこう思ってるんだけど、まあマネージャーが言われたら、あるいはね、関係者に言われたら、まあその意見も聞こえして、そのまま人の言うことを聞いて、踊りすぎたようなところもあるんじゃないかなと。やっぱり今後は自分の意思を持って、うん、ちゃんとやってね、やったらいいと思うし、うん、まあ書いてる俺の人となりと、それから、小室という人間の人となりが、分かるバイブル一冊なんで、まあ宣言だし、うん、俺は、ぜひね、いろんな人に、買って、見て、逆に、広めてもらいたいと、うん、そう思うんで、まあ少なくても、後悔しない一冊と、俺は言い切るね、はい、買わなきゃ